エンタってチームができるのよ、うんうん、その最初に引っかかったテレビ番組がアラビーなんだから、はい、ビットさんに一番トゥーってこれがどうもおはようございます。見ながらさんっていう大宮さんすか。え、吹かれて、いや、どっちでもいいですけど。トゥーは逆にどうやってこう生まれたというか。トゥーはね、NSC ってね、毎年あれがあるもんね、夏合宿あるんだよね。ありますあります。そうそう、夏合宿っていうのがあって、ギャグのなんか大会みたいなのがね、あってあったかもしれない。で、みんなの前で、はい、夜かな、はい、なんかやるみたいな。やり方が押し出し式で、もう前の人終わったらもう次の人、前の人終わったら次の人、もう、はいはい、もうどん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 行くみたいな、はいはい、で俺もやるって言って並んでたんだけども、うん、どん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 順番が近づいてきた時に緊張もしてきて、はい、前の人がさ、うん、こうどういうギャグやって、うん、どういう受け方かするかとかもさ、ちょっと結構やっぱ参考にしちゃうじゃん、探ります、ね、はい、あれ自分がやろうとしててようなことをやって結構滑った人とか見たらさ、うん、やっぱちょっとあやべえって思うじゃん、ひよっちゃいますね。うわってあれやろうと思ったこギャグもちょっとやめとこうかな、はい、もう逃げ場がない、うん、だうわやべえやべえってなった時に どうしようってなった時に、なんかこう、あもうじゃあもう動きだと思って、うん、でなんか動きなんかねえかなみたいな、ふとこうなんか横に流れた。そう、剣道を俺やってたんで、はい、剣道ってこうなんか機敏じゃん、はい、パパーンみたいな、はい、ピッてこうなんかこう、はい、ピッ面白そうだなと思ったの、うん、この動きが、はい、あこれいいじゃんみたいな、はい、だけど言葉がなかった、うんうん、ってなって、で順番来ました、はい、行きましょう次の人、はい3、2、1どうぞ、なった時に、あもう3、2、2ぐらいまで全く言葉が置いてなくて、はい、あもういいやと思って、はい、もうでその場勝負だと思って出た言葉がトゥーだったの。あ、ほんともう瞬発的な。そうだ、降りてきたってやつ、もう本当に。でもトゥーっつって思いっきり全力でやったら、その時のもう400人ぐらいお客さんがドーン、お客さんとか生徒たちがもうドーンって言うけど、なんだそれみたいな。今まではみんな結構その練りに練った練りに練ったもんはね、うん、なんかいやね、しかしかかしみたい な、 なんかそういう、なんかそういう感じの、はい、なんかこうもう普通セオリー通りの、うん、ちゃんと起承転結っていうかさ、はいはいはい、振りがあっての、あっ引っかかったテレビ番組がアラビキ団だったで、ね、あそうなんです。そうアラビキ団でオーディションの時に、今まではトゥーって単発やってたの、うんうん、だけどなんか言葉に絡めた方がいいなみたいな。あで、なるほど。でそれでその後に、爆笑レッドカーペットとか、うん、まあ、そのアラビキ団の時もそうだけど、うん、テレステテテレステテテレステネクストゥーっつって、はい、そのイメージが僕はありますね。テレステテテスタートゥー、3、2、1、OK、野球で9回裏の2アウト、俺が打たなきゃ誰が打つ、はい、絶対ホームラン打つぞ、3、2、1、バントゥーって、これが、そう、こういうリズムになってできたのが、だからその、で、アラビキ団でもそれやらせてもらって、そのイメージ。で、レッドカーペット、爆笑レッドカーペットもこれで出て、もうインスピレーションで、その、アラビキ団のオーディションした時に、その、オーディションしてくれた人から言われたのが、なんかその、トゥーってさ、なんかもうめっちゃ言ってくんないみたいな言われた、うんうんうん、そのなんかめっちゃ言ったらなんか面白そうだから連呼してくれ、それそうそうそう、はい、でそれでじゃあと思って、うん、でもテレステテレステテレステテネクストゥーテレステテスタートゥーってもうめっちゃトゥー入れたのって言って、このテレステテレステってできたのも1日でできたの、でやっぱ追い込まれて強いのかもしれない、はあ、合宿の時もそうだし、はい、そのアラビキ団の時もそうだけど、はあ、もう結局それで結果的にその後出た番組はエンタの神様で、うん、エンタが一番まあ出た、4回ぐらい出たのかな、はあ、そうそう、放送に乗っかったのは、うん、そうそうそう、好きやな。でも一番初めに引っかかったテレビは実はアラビキ団じゃなくてエンタの神様、うん、ああそうなんです。エンタの神様はもうデビュー2年目の時に、もう呼ばれて、はい、で会議ってか打ち合わせしたいって言われて、はあ、でその時は全然トゥーのネタじゃなかったんだけど、ね、はい、で打ち合わせの時にトゥーを出したんだけど、はい、最初はなんか全然違うことやりましょうみたいなやっぱ言われて、エンタってなんか結構今までなんかその人がやってなかったこととかを結構やらせることが多いっていうか、うん、新しいものそうなキャラを結構つけさせられるというか、うん、でも俺はそこで堅くなにやっぱトゥーやりたいんだんですよね、うん、みたいな。でもなんか一回なんか交通安全誘導員を、はいはい、ピノキオ、うん、はいはい、ピノキオのみたいなキャラクターでやってくれみたいなのも言われたし、なんか動きがだから結構機敏だから、はいはい、それできるでしょみたいな、もう無茶振りだなと思ったんだけど、
そういう案もあったり、はあ、エンタってチームができるのよ、うんうん、そのネタ作るときに、うん、でその作家さんとかプロデューサーさんとかと一緒にネタ作ったりしてて、はあ、そうでそれで俺ができたのが「はい上原ちょー」ってブレッジができて、はい、でそれで普通にネタやるみたいな、そうでそれはエンタでだからじゃあそれでいきましょうっつって通って、はあ、帯で最初あのなんだっけあのなんかオスカーの銅像みたいので、はいはい、次はこの芸人みたいな、ありますね、あの回るとこに入るって結構あの番組化押されてないと入んないの、はいはい、だけど俺1週目出てから2週目3週目ぐらいの時にあそこに入ったからね、あの円の中で回れトゥートゥートレインっていうあのキャッチフレーズもあって、回れトゥートゥ回れトゥートゥートレイン上原超っつって、今日も上原超がエンタの舞台であの暴れ回るみたいな、踊り回るみたいな言われて、そう、いやそれが2008年ぐらいかな、エンタで12年ぐらい前だよね、だからあ自分が東京そのまま続けてたらどうなってたかなとかは、うん、まあちょっと思ったりも、うん、トレンディエンジェルの斉藤さんのグアムに、うん、あのこの人は出てましたけど、あの絶対絶命アンサーっていう、この人生の主人公は僕だった、全国書店にて発売中です、ぜひ少しでも興味持っていただけたらと思います、よろしくお願いいたします。